ロマンシングサガ3リマスター版2周目エレン・イエーガー編ですね。今回は氷の剣を取りに行くところから始めていきたいと思います。というわけでオーロラの話を聞きましょう。もうさすがに出るっしょ。うん、出るよね。じゃあ外で待機。では雪だるまに触って、何回触るんだっけ。結構触るな。雪の町へようこそ。で、ひょうぎんがドラゴンルーラーを駆逐しましょう。こいつを駆逐する。先に全力でいきましょう。スマッシュからね、やっぱりどうしてもブルクラッシュを覚えたい。順番回ってくるかな、ウォードまで。体験のね、火力を少しでも上げたくて氷の剣を取りに来ました。このメンバーだったら大丈夫でしょう。さすがにドラゴンルーラーは、ここのドラゴンルーラー、なんか不快のドラゴンルーラーと比べて全然弱かった気がする。不快のドラゴンルーラーマジ強かったからね。永久表彰いらない、使わないもん。ドラゴンルーラーお前を駆逐する。で、ここで槍を粘るかどうするかっていうところなんだよね。早めに手に入れておけば後が楽になるから、ちょっとウォードがいい技を覚えるか槍を落とすか、どっちかまで粘りましょう。そのためにはドラゴンルーラーを蹂躙できる力が欲しい。苦戦してたら話にならないからね。時間がかかりすぎちゃうから、1ターンとは言わないまでも2ターンで倒せる力が欲しい。そしたら粘りやすいから。ファングいくつ食らう。弱っ。全然余裕そうだな。あ、スターバーストどうだろうな。使った方がいいのか使わなくてもいけるのか、ちょっとこのままいっちゃいましょう。七星剣一旦使うからね。槍も勝利の歌を唱えるかどうか。ギャー、スタンした。よし、2ターン切る。これは粘ろう。ちょっとウォードには1回しか回ってこないな。落とさない。力の攻略かよ。ブルクラッシュを覚えてしまった。まあ結構強いな。いや、でもブルクラッシュどうせ師匠で覚えればいいからね。いくつ5か、まあ、6だよね実質。な、思ってたより火力出なかったから、やっぱり槍を粘ろう。こいつさ、ちょっと調べてみたらさ、氷の剣取らなければマップ、月生命のもといらない。マップ変えれば復活するらしいね。一応強敵だから割とステータス上がるんで、ちょっとめんどくせえな、マップ変えんの。遠くねえか、普通の敵もいるし。マップ変えて、こいつも復活すんのかよ。めんどくさすぎんな。あー、確かに復活してるね。確かに復活はしてるけど、めんどくせえから、やっぱりリセットでいこう。ブルクラッシュを覚えたら、ちょっとマップ変えて、戦い直しましょう。というわけで、またルーラー狩り。
お、覚えた。フルクラッシュ。ちょっとこれはマップを変えてやり直しましょう。おお、出た。結構早かったね。結構早かったと思うよ。あの皆さんのツイッターとかを見ている限りはなんか3時間粘っても出なかった人とかいるみたいなんで、今録画時間で40分くらいなんで、ただ30分くらいで出ましたね。よし、じゃあ竜装スマウグを使ってこのロマサガ3の世界を蹂躙していきましょう。ついでに氷の剣もゲット。いや、よかったよかった、割と早かったから。エレン、氷の剣、竜装スマウグ、攻撃力45、強い。でさらにこれの強さはね、ラウンドスライサーにあるんで、まあ、それも覚えたらちょっと見ていきましょう。で氷の剣は攻撃力40、まあ、ちょっとねフリーズバリアがかかっちゃうのが難点ですけれども、まあ、マスカレードウェイクアップすれば攻撃力は42とかになるのかな。一応持っておきます。ロアーヌがビューネイの手下に襲われたそうだよと言っておりますので、ロアーヌへ行きましょう。この時だけですね、ロアーヌに入れるのは。で次はビューネイを倒していきます。前回のミカエルの時はあのグエインと共闘しましたけれども、今回はタフターンさんから行きたいと思います。どけ。あれ、ここにいるんじゃなかったっけ。座ってみよう。なかなかいいもんだな。でこの王宮に入れる時だけユリアンが仲間にできますね。エレン、一緒に連れてってくれないか。こんな堅苦しい場所は俺には合わないよ。仲間にしねえよ。なんか最初超ノリノリだったのに。ブラック企業だったのかな。給料は良さそうだけどね。ただやりがいを感じられないんだな。まあ金かやりがいか、なかなか難しいところですね。あ、いた、ミカエル。ビューネイの巣へ突入する勇士を集めているのだ。私が行きます。そうか、行ってくれるか。ビューネイの巣はタフタンさんの霧の向こうにある。でここでミカエルも仲間にできますと。でモニカ、エレン様こんにちは。あれ、モニカってここで仲間にできなかったっけ、まあ、よくわからん、仲間にしないけど。でタフターンさんはこのおじいちゃんに話を聞かないと出てこないんで、話を聞いておきましょう。ではタフターンさん登っていきます。このゴブリン、囚われている。かわいそうに、徐々に養分を吸われて死んでいくんだな。あれ、こいつらなんだ、なんで3人固まってんだ。なんかいたっけ。あ、なんか出てきた。固定敵か、ま、全体でいこう。スイングをねさっき覚えたんで、とはいえ縦列でしょ。まあ大車輪の方が全然いいんだけど、せっかく覚えたんで使っていきましょう。一応ウォードは地走りで、覚えないと思うけど地釣りを狙っていきます。これはビューネイのなんか専用部下だね。ビューネイバード、ビューネイネビースイング。あ、一番上のやつ効かない。地走りも効かなそうだな、そうすると。あー、飛んでんのか、そういうことね。あとは全力でいこう。一応使おう。覚えるのが目的だから、ダメージを与えるのが目的ではない。強っ、5000超えてるし。あ、ここで蒼龍の鎧が手に入るんだ。なるほどね。だからグウェイン経由で行くと蒼龍の鎧は手に入らないってわけですね。
ではアビスゲート2つ目ビューネ行きましょう。すぐ閉じよう。哀れな虫けらども、これ自体見るのは初めてだよね。ゲートから行くのは、竜神烈火剣でサザンクロスで一回勝利の歌をかけます。でウォード地走りで行こう。聞くのかな。で詩人も、スターバーストかけます一回。4魔貴族戦は完全にガチでいこう。1回で、あれだな、携帯が変わっていく。ベルセルク、召喚がね、もうちょっと強いの覚えたよね、ファイナルレター。具体的にはタチアナって別に召喚使いじゃないから、この州ではもうサザンクロスだな。ロビンとかね、仲間にできれば召喚使いなんでかなり期待できるんだけど、聞くこれ。一応聞くな。地走りで行こう。ウォードに至っては完全にカタリナのために技を覚える、そういうキャラだから今回。じゃあこっからさらに無双三段、お前は地走りで七星剣覚醒してるんで、どうだろうな、分身剣ちょっと一回分身剣使ってみよう。どれほどのものか。分身剣使うんだったら剣レベル30くらいは欲しいよね。本当に竜神烈火剣強えな。マジで単体火力が高い、めちゃくちゃ消費するけどね。サンダーボール138か、まあまあだね。ラウンドスライサーも結局分身系だからレベルが高くないとね火力が出せないっていうところが難点なんで。グランドスパイク68か、全然だな。3回、2200、まあまあだな。このまま火力で押し切っていこう。分身剣と疾風剣どっちが強いかっていう話。ゲララバイ、ララバイとかって見切れないよね。多分エレンが生きてれば大丈夫。雑魚だったな、四魔貴族といえども。竜神烈火剣の前ではこの程度よ。この世界はエレン・イエーガーが駆逐する。よし、結構レベル上がってくるんですよ。お、いいねいいねいいね。竜鱗ゲット。あ、これか、なるほど。倒し方も違うからトロフィーも分かれてるってことね。このまま他の四魔貴族も駆逐していきましょう。ヴァンガード海底級近海へ。ではフォルネウスのアビスゲート閉じましょう。魚鱗はねとりあえずつけてない。ちょっと厳しそうだったら対策を立てればいい、それだけのこと。今のメンバーなら火力で押し切れる、だからもう勝利の歌とかもいいんじゃないかなってちょっと思い始めてる。どんどん火力で押していく。竜神烈火剣でサザンクロスとヘビ剣、ちょっとヘビ剣も結構強いんだよね。サザンクロスからダメージを確認していこう。で無双三段でもうこいつはブルクラッシュしかない技だ。で七星剣だったら基本攻撃力竜鱗の剣の方が強いんでこの疾風剣でいこう。
ターンさえしなければ大丈夫。尻尾攻撃はスタンがあるからね。4000、体験技だね。あとそうするとこの3000超えるでしょ。証券か、証券も必要だな。ちょサザンクロス火力が微妙になってきた。疾風剣っていくつ ?1700 か。いやーなんか疾風剣も微妙だな。だったら分身剣。あれさっきサザンクロスいくつだったっけ。まあいいや、よくわかんねえ。ちょっと分身剣でいきましょう。は七星剣覚醒させてたから2000超えてたのかな。ただねスターバーストで一ターン使っちゃうからね。あとあれか、勝利の歌もかかってたもんね。長期戦になるんだったら全然いいんだけど。1500、あダメだ、まだ疾風剣の方が強いや。あ、999回復しだしたな。これが厄介なんだよね。今のうちのメンバー別に術使いいるわけじゃないんで、地層を変えられないっていうのが結構痛い。とにかく火力で押し切るチームだから。エビ剣1100、サザンクロスの方がいいかな。やっぱりオッケー。もう4魔貴族といえどもただの雑魚だな。消えろ。ただ4魔貴族倒すとやっぱりレベルがめちゃくちゃ上がるからね、ありがたい。おブルクラッシュ極意取得、これでカタリナに受け継がせることができるけど、本当だったらやっぱり千鶴が欲しい。ウォードでどこまで覚えられるか、体験技を。あ、ブラックに戻ってるね、例によって。では次のアビスゲート封印に行きましょう。最後アウナスですね。果実要塞へ行くために妖精の話を聞かなくてはならない。この間お礼も言わないでごめんなさい。赤い蝶ね、オッケー。じゃあアウナスの果実要塞へ行きましょう。では果実要塞突入していきましょう。ここももうゲートまでサクッと行きます。では最後のアビスゲート、少年とサラがいる。そうか、ここ選択肢出ないんだ。サラ今助けてやる。でアウナスはまあやっぱり遠距離攻撃でいきましょう。炎のマントはね結構反撃されると鬱陶しいんで。流星礁のクリスナーガーはヘビ剣があるんでこれを使っていきます。でペルソナも食らわないはずで、地走りで竜輪の剣がどうしようかなっていう感じなんですよね。分身剣がなぜか反撃を受けなかった気がするんで。でも二刀流で一回殴っちゃうから反撃食らうのかな。まあ、ただアウナスはヒットポイントが低いはずなんで、押し切れば全然なんとかなるはずだから。ヘビ系も結構強いからね、なんだかんだで。ヒートウェーブも余裕だな。これで一回殴ることにより炎のマントが発動するかどうか。発動するね。まあ、280だからね。これ毎回毎回カウンター食らってると結構厳しい。あ、そう、大車輪を最初にね発動させたい関係でノーラを先頭にしてたんだけど戻してなかったな。まあいいや、どっちも火力は出るから、ノーラもエレンも。じゃ詩人はこれで死ぬ可能性があるよね、185だから。で全部だってあれでしょ、みんなの歌って何、全員の体力や魔力などを上昇させる歌を歌って、みよう。大して意味なさそうだけど、やることがない。しかも死ぬと陣形が乱れるからね。このスペキュレーションの力は保っておきたい。ヒートウェーブ今の詩人にとっては結構きつい。
回復はマジで高級傷薬でしかできないから。みんなの歌、魔力が上がるのか。うちら力押し部隊だからな。あ、間違えた。またみんなの歌使っちゃった。げ、死ぬ。大丈夫だ、生きている。よし、オッケー。弱いな。で、東へ行く前にやっぱり師匠で鍛えてもらおう。力押し部隊だからもうマジで鍛えないとやっていけないと思うんで。体術なんだ。炎のマントいらない。宿命の御用、いざゲートを開け。ここで仲間が6人揃ってると少年はどうなるんだ。まだ道場が開かないんだけど、イベントが足りてないのかな。じゃあここ入るとどうなる。引かれるね。こいつもやっていくか。四魔貴族を倒した俺の力ならこんなやつ雑魚なはずだ。この3人かで全部全体攻撃でいこう。エンジン全開3発。毒になるだけか、大したことはない。ヘビ剣ヘビが3匹。まあこのまま押し切りましょう。エンジン全開する意味がなかった。かといって体当たりする意味もあんまりないんだよね。お、スタンした。自爆とかいまいちわからん。2発。それなりにヒットポイントはあるな。スタンが厄介だね。陣形が効いてるわけじゃないからね。倒した。落ちろカトンボが。トーナメントもやりますか。じゃあ出場するゴブリッツ。え、誰から行こう。いいや、これで基本1対1だからって。ゴブリンはマジで弱いからな。こいつら最後だけ強いのかな。げ、これゴブリンじゃねえだろう。どう考えても俺ゴブリン、こいつ一発で倒せる。てか終わって見切ってるし。あ、一発じゃ倒せねえ。2回殴る必要があるか。そして大将、貴様には容赦はしない。竜神劣化剣。け、ガードしてきやがった。いや、貫け竜神劣化剣。貫いた。盾など無意味だ。あれ、次誰。げ、なんかドラゴンだ。いや、最初はザコか。え、これ655で倒せないの。あ、確かにこいつちょっと強かったよね。魔王殿にいたやつだもん。俺が一番最初超苦戦してたやつだ。竜には竜を、竜を持って竜を制す。
こちらの竜の方が圧倒的だ。ドラゴンって言っても大したドラゴンは出てこないね。てかなんで向こうの方が早いの？エレンって遅いんだっけ？素早さ。体術使うんだったら素早さ高い方がいいからね。なんか長所を生かしきれてない。デッドドラゴン出てくんのかよ。いや押し切る。スタンだけしたな。よし、これでも3発耐えきれないよね。ファング94か。ファングだったら耐えられるか。こんなドラゴンがさ、街の中で戦ってたら壊滅するだろう。これはエレンだけで抜けないな。いや普通に強い。やはりやられたか。次誰？タチアナか。サザンクロス。レッドドラゴン早いな。やっぱりスペキュレーション、そう考えるとやっぱり相当有能な陣形だよね。大将、大将誰？あ、なんかすげえ弱いやつになってんだけど。ドラゴンルーラー系はさすがに出てこないか。一発だし。ドラゴンズだったのか。でデビルマスターズ、まあ、このままいきましょう。どうしよう。あ、回復してるね。じゃあずっと竜神でかけていいや。一発で倒せなくてもめんどくせえし。このままひたすら竜神劣化剣を打っていけば大丈夫っしょ。麻痺はひどくない？状態異常に弱いな。いや、すぐ治った。ゲッ、ララバイ。めんどくせえ敵だな、こいつ。先手を取れないっていうのが痛いな。そろそろこっちのヒットポイントも、スキルコロだし、大丈夫か、まだ。なんてめんどくさいやつなんだ、お前は。全員抜き。優勝。これはマジでいらない。聖杯。あなたが聖杯を持っていると聞きました。行きましょう。まずはこの固定敵。いや雑魚だな。サクッと行こう。サクッと奥の山はね、結構ひらめきレベルも高いんで、
まあ、ひらめくポイントではあるんだけど、まあ、師匠の方がいいよね。では山戦、山でいいんだよね、ヤミーだった名前が違う。まあ、とはいえ一応全力でいって運が良ければ技を覚えるっていう、そういう感じでいきましょう。多分2ターンくらいで倒せるかな。電撃、これ3人食らっちゃうからね。あー、そこそこ食らうな。ラウンドスライサーも結局まだ覚えてないし、メガサクション前衛3人がどれだけ減るか。うわ、100減るのか。ちょっと強いねやっぱり。地走り700999回復か。やばい、これは普通に強いぞ。舐めていた。タチアナが死にそうだ。ただし火力で押し切る。これがエレン・イェーガーの力です。いや、いいねいいね、上がる上がる。ちなみにこいつって復活するんだっけ。外出てみよう。復活するんだったらなんか、あ、復活しないわ。じゃあ聖杯くれ。よくたどり着いた。これが聖王の血を受けた聖杯だ。それ以上持てないではないか愚か者が。え、どういうこと。どうなった聖杯。いらないけどさ、ちょっとアイテム全然整理してなかったからね。なんか言ってくる。楽しんでいきなさい聖杯。どうなったんだかわかんない。要はこのばあちゃんがね、その近くに古い寺院がありますみたいな情報をくれると、あの道場に行けるんですけど、まだ俺では力不足か。じゃあ東へ行ってもう少し己を鍛え直してきますかね。じゃあ恒例のこいつもう一層だな。電気剣からの大車輪、前衛3人で絶対倒せる。 OK、 エーデルワイス、ムング族の村到着。ついに老子バイメイニャン、誰が人質に取られるんだ。ブラックっぽいよね。実は やられてるし。というわけでここまで来た。アビスゲート、四魔貴族、宿命の方。アビスゲートを見つけなければいけない。何か手がかりになるようなことを知りませんか。ここあたり、心当たりがなくもない。先に協力してもらいましょう。西のことをいろいろ調べたい。やっぱりな。っていうかさ、俺思ったんだけどさ、ブラックってずーっとサブに入ってるじゃん。結構強くなってるんじゃない。バイメイニャンとか入れておいてさ、勝手に強くしていくのもなかなかいい作戦だと思うけど。ついにどんくらい ?160 とか。弓レベルはまあ21あるからそこそこだね。みんな30あるやつはいないな、うち。まあ、いや、行こう。ネフト族の巣。まずはこいつ、ゼルナムのボスを倒していきましょう。前2人は連機で、何、下のやつが倒せなかった。これで下は絶対倒せるでしょう。ていうかゼルナムも倒せたわ。次こいつ、まあここも前衛3人で一掃できるんで。別にここのゼルナム普通のゼルナムだからね、なんか特別強いっていう感じではないんで。
すぐ倒せる。よろしくお願いします。魔王のイベントでなんかもうちょっと掘り下げてもらいたかったよね。帰りますか。ただいま戻りました。ギャン将軍と話をする。アビスゲートの話は現状でしよう。ちょっとブラック見てみよう。ヒットポイントはまあ確かに上がってる。で、斧レベル25、これ総竜だよね。レベル23、技ポイント49か。いやどうなのこれ、なんかあまり上がってる気がしないな。みんなもう100超えてるからね。そう、タチアナがちょっとね技ポイントの伸びが悪いんだよね、まあ、そういう性質なのかよくわからないけど、ノーラってさ腕力23、器用さ24とか普通に強いよね。じゃあ現状行きましょう。ゼルナム族がどこからやってくるか突き止めた。草原を北に行きゼルナム族の巣を叩くのじゃ。魔王の鎧をお前を手に入れる。お前が欲しい。ヘビディッカジーバシリで行こう。で疾風剣、まあ、ゼルナムが来たら全体攻撃で一掃していく方向で。うわヘビ9001000切るんだ。鎧だけあって硬いな。疾風剣は1800、弱っ。ワンターンキルだったし、結局魔王の鎧、そんな弱い鎧いらん。魔王の鎧があんなところで容器を発していた。ゲートはなかった。そうなるとやはり噂通り公共城に。公共城ってどこ？都、自分の目で確かめてくるがいい。え、行くのこれ自分で。では自分の目で確かめましょう。公共、人がいっぱいいる。ふっ、鉄壁の守り、入れない。で逃げ帰ってくんの。いやいつもさ東って先に来ちゃうからね。結局ここら辺のイベントあんまり見たことないんだよね。東もなかなかだろう。え、どうすればいいんだ。バイメイニアに会えばいいのか。おいばあちゃん、公共城の警戒は厳しかったろう。全然先っちょしか見てないんだけど。しかし本当に公共城にアビスゲートが。ああ、こっから同じだね。大将軍、結局捕らわれてしまう。でまあ大将軍はいいやつだよね。アビスゲートあり、サオガオの野望を立て。こいつ仲間にするの一番大変そうだな。帰ろう。俺は強くなった。ようやく入門できるようになった道場に。では弟子入りしてきましょう。頼もう。これは入門などではない、道場破りだ。ってかお前誰だ。いや一応素振りでなんとかしよう。氷の剣も滑っていこう。チャージ、そこそこだな。戦闘回数自体は少なそうだからな。かっこいい氷の剣、初めて素振りしたけど。あ、一応上がるね。でマップ変えて、いる。またお前か。お前に用などない。いや、アスラが出てくるほどではないということか。なめられてるな。ただワンタンキルできて大して上がんなかったわ。ひたすらこいつを駆逐するか。
出てこねえんだけど、マジで力不足だな。ドラゴンルーラー、やはりお前を倒さなければならないか。全然アスラ出てこないんだけど、戦闘回数がやっぱ少ないんだな、きっと。こいつもゴリ押すか、とりあえずは地走りでいこう。分身そろそろ強いんじゃないか。結構剣レベルは上がったからね。こいつの毒攻撃が本当に厄介だからね。短期決戦でいこう。角 OK。 こいつの機嫌次第だな。機嫌が悪いと全滅する恐れがかなり高い。武神剣1600か。テラーボイスはまあ大したことないか。よし、このままガンガン攻めよう。あれ、攻撃はしてくれない時があるんだよね、多分この状態上は。 OK、 毒さえ入ってこなければ全然問題はない。ファング134、ゲッ、クリスバリアが発動しやがった。クリスバリアしかも弱いからね。あ、無双三段打ってくんなかったね、やっぱり。竜神劣化剣が頼みだ。強い、やっぱりこのドラゴンルーラーは強いよ。500、武装三段頼む。猛毒ガス来た。これノーラ死んだな。うお、強え、やっぱり強い。よし、オッケー。いやー、猛毒ガス2回来てたらもう倒せなかったね。結構運が良かったな。地走り極意、もういい加減出てきてほしいんだけど。出てきた。とりあえず素振りしよう。これスイングから行った方がいいかな。地走りで行こう。地釣りを覚えることを信じて。104、ゲッ、出た。フリーツバリア、マジゴミなんだけど。あ、スイング効かねえ。ダガージョ、これは強い。うおお、一撃。ピンチになったら逃げよう。何か覚えたら逃げよう。あと、あ、カウンターとか。1700、スイングが入らないのかな。トンネル的には入らないんだね。あ、スイングってサガシリーズいろんなところ出てくると思うけど、これはやっぱサガフロ2のスイングが一番好きですね。本当にこうスイングしてる感じがするっていう、ただそれだけ。何も覚えん。タイガーブレイクも覚えてほしいんだよな。タチアナがファイナルレターを覚えるかって言われたらちょっと微妙なところがあるんで。そろそろ撤退する。いや、まだあと1体いけんな。ヒートウェーブ、あーてかい、 LP が減らされるのがちょっとまずい。次撤退したらこれ死んだな。撤退しよう。これは無表剣、まあいいや。全体技ロード遅いからね。これを使う前に肩がついちゃうんだよね。乱れ雪月下来た。こいつで来たか。あとは極意を取得させるだけ。強い、やはり強い。もうこいつも倒しちゃっていいでしょう。祈りを捧げよう。死の祈りを。死の祈り、死を称えよう。死は幸いなり、いざ幸いの地へ。
まあここも全力でいけば問題ないでしょう。まあ技的にはもう全然大丈夫なんで、乱れ雪月花も極意覚えたし、あとは本当はタイガーブレイク覚えたいんだけど、まあなかなか覚えないんで、もうなんでこいつら見切ってんだ大進撃を見切ってるからか。で立ち穴に関してはちょっと証券これ以上先の技を覚えるのはなんか絶望的っぽいんで、サザンクロスで十分でしょう。ウォードがねこれ覚えただけでも全然違うんで。そう、氷の剣なんかねやっぱカウンターが鬱陶しいんでベルジュにしてます。ララバイ寝る。分身剣がなもうちょっと火力上がってほしいんだけど、まだレベルが足りないかね。疾風剣でやってみよう、どっちが強いか。無駄、まあ分身剣の方が強いのかな。いいね、死のかけら、死をたたえよ。これトロフィー手に入るんだ、知らなかった。じゃあ帰りますか。では乗り込みましょう。公共城へ突入したら後は危険、準備はいいか。任せなさい。で外に出ましょう。現状の兵による陽動作戦が始まった。陽動ってか突撃しかしないけどね。陽動作戦失敗、完全に兵士の無駄だよなこれかわいそすぎる、この戦場に駆り出されたやつら。レッドドラゴン、あれこれルーラー系だっけ。レッドドラゴンっていうか、あそうだ、ドラゴンルーラーの赤いバージョンか。しかし今の俺の力ではこんなやつなど楽勝だ。氷の剣をどうするかだよな。これで多分氷の剣だったらフリーズバリアが発動してたからね。サザンクロスも2000超えるようになってんな、いつの間にか。セルフバーニング、分身剣をどのタイミングで使えばいいのかっていうのがいまいち分かんないっけ。つえ、2900か。このターンで肩はつきそうだね。竜神烈火剣の強さが半端じゃないからな。じゃあ進んでいきましょう。お、少年がいた、待てって言ってたね。少年がいるといないとでは違うんだ。結界式さっちゃおうと技ポイントは結構消耗してしまったんで。この宿命の子がいればアビスの力は我が物だ、邪魔者どもめ消え失せろ。アビスナーが、まこいつもサクッと倒しましょう。ブルクラッシュがかなり強いんだよね、コスパがいい。魔王の盾でも装備させてブルクラッシュをメインに使っていこうかな。け、麻痺したらめんどくさいことになるけど大丈夫だった。魔王の盾装備してればフリーズバリアは無効化されちゃうからね。ただ魔王の盾はどうしても魔王系だから技の消費が2倍になるっていうかなりのデメリットが存在する。1700でしょこれで。だって悪くないよな。乱れ雪月花だって銃使うからね。
倍使うからといって倍のダメージが当たるかって言われたらそういうもんじゃないから、龍神烈火剣は本当に強いけど、ひえあいつだけ都合よく怒ってった。サラを助けなきゃ。てか少年ってそもそも何者なの本当に。こんなに連れてはいけない、誰か一人残らなきゃ。そうなんだ、ブラックお前が残れ。これどう思うんだろう、ここまで来てブラックお前だけ残れとか言われて、ここで見てるだけでしょ。ああみんな旅立って行くなーって。なんか何人でも連れて行けそうだけどね。お見送りありがとうブラック。こいつこの後どうすんだろう、さて帰るかみたいな。ここでじゃあ絶対少年は仲間になるっていうことだね。アビス回復だけしとこう。で四魔貴族は全員倒していきます。まあ、なんかどっかの回でね、四魔貴族を倒さないで破壊するものを撃破するっていうのもやりたいけど、相当きつそうだよね。